はい、こんにちは、レトルトと申します。ダルメシスポーツ店実況プレイ始めていきたいと思います。まさかまさかのもう最終話、スナックダルメシアン開店ですね。犬地さんがね、スポーツ用品店を閉店したと思ったら、スナックダルメシアンがね、次の店舗に入ったと。これおそらく母ちゃんなんじゃないかなと思っているんですけど、どうなんでしょうか。やっていきたいと思います。ミーは萌えちゃんにしました。可愛いですね。最終話、スナックダルメシアン開店。ボロボロになった店を畳み、土地を貸し出した犬地。スナックの開店祝いに訪れて、とんでもない光景を目にしたのであった。母ちゃんが可愛いかどうかも気になるけど、これ母ちゃんなんか見た目あんま可愛くなさそうじゃない？この見た目ゴリラじゃない？シルエットわっ。これ犬児なのか、それとも母ちゃんなのか、どっちなの？これ犬児だったら最悪なんだけど。なぜ女性の服を？え、何を言ってはるんかしら。いきなり失礼やわ。私は女よ。しかも別品の。ここは私が新しく開いたお店、スナックダルメシアンよ。そして私がこのお店のママ。ダルメシアン。母ちゃん全然別品あらへんやん。はじめはいろんなスナックの面接を受けたんやけど、どこもかしこも断られてしもて。見ての通り新しいって美しすぎるでしょ。はいはい。まあ、はいは一回でええのよ。あんたうちの息子たちみたいやわ。ほんでね、嫉妬よね。どのスナックにも雇ってもらえんかったの。だからもう思い切って自分で店を始めたんよ。お、おかん帰ってきたんか。あら、野良さんやないの。大きなったわね。本当はまだ帰ってくる気いなかったんよ。ダルメシスポーツが潰れてしもうた噂を聞いて、誰かがこのお店借りる前に私が借りたんよ。紹介するわ、俺のおかんや。全然別品やない。はじめまして、ダルメシアンです。こいつな、おとんの客やで。あら、そうでしたん。旦那のお客はんかいな。ちょっとあんた、お客はん来とるでなんで一緒に映らないんだよ。同一人物説まだあるんじゃないかと思っちゃう。はいはい、お母ちゃん、なんでっか。あれはどこかで見た顔やと思ったら、お客はんも、このスナックに遊びに来たんでっか。全部自分でやってんじゃないだろうな。わてもこのお店の開店祝いに来てみたんですけどな。なんとお店を借りたのはうちの嫁でしたんや。ほんまにびっくりしましたわ。前から言ってた通り、わての嫁、別品ですやろ。いや、そうでもないっすよ。なんでか、お客は見る目がないですな。ここはさ、なんだろう。ここ別に褒めなくても、値切りと何の関係もないことが分かっちゃったからね。もしかして嫉妬？すまへん、気がつきまへんでした。ほんまにわてにはもったいない嫁ですせ。もうまだ女装説俺押してるからね。わては幸せもんですわ。でもさ、左側見てみるとさ、グローブとか売ってるから一応スポーツ用品店もね、兼ねてるんだな。そや、ちょっと見てくださいな。嫁の店の端っこに小さいけど、ダルメシスポーツが復活したんですせ。これもすべて嫁のおかげですわ。売り場は小さいですけど、見ていってくださいな。おお、売り切れ、クーポン。じゃあ、これさえ買えば、おそらくストーリーが完全に進みますね、これ。ちょっとこれ、値引き、やってみよう。じゃ、聞かなくて。じゃあ、値引きチャレンジだけはやってみましょう。まあ、今でもね、アイテムは持ってないんで、値引きできるかわかんないけどね。ゆで卵くれるんでか？嬉しいでんなぁ。来た。じゃあ話しましょう。まずはお話から。新しいダルメスポーツはまだまだ小さいですけど、これからコツコツ頑張って、また大きな店を建てますぜ。すまへんなぁ。もう昔のわてと違いますね。今度こそちゃんと家族を食べさせな飽きまへんねん。なんぼお客はんでも早々値引きはできまへんで。どこ前が何をおっしゃる。390円しか持ってない。10円で見ないもんな。まあ、言うて負けてくれるんでしょ。褒める。あ、
今までの犬自販とは違いますやん。これは何話の血としてしっかり、いつもより手強いな。ゆで卵が18個、18回チャレンジできるな。まだまだ余裕。じゃあとりあえず390円しか持ってないアピールをしていこう。390円しか持ってない、え、そうなんですか。それでは話になりまへん、仕方ないですな。ほな10円値引きしますわ。実は390円じゃなくて、さっきジュース買っちゃったから250円しかないねみたいなさ、そういう値切り方しもた。すっかりお客さんのペースにはまってしもたわ。一回このなんだろう、値切るという行為をさせることによって、値切らないという心さえも打ち砕けば、もう芋づる式に値切っていけると、そういうことやな。レトルトやるやないか。今回だけですぜ。もう値引きはしまへんで。おとん変わらんな。ダメでーす。いつものくせで値引きしてしまいましたわ。話す。今度は、値切れる前に買いたい値段聞いときましょう。いくらやったら買ってくれるんでっか。1000円。10円300。10円にしたいとこだけど、多分無理なんだよな。330円ぐらいで、なんかちょっとこう、泳がせるというかさ。これも実際こう、値切りのテクニックだよね。330円でまた微妙な値段で攻めますな。いけそうな値段を出す。それぐらいならお客さんも大して得はしないし、ここで無理に売ることも、あ、すげえ、なんだこれ。はあ、やるやないか。ここに来て本格値引きゲームが始まったで。2回とも外したな。ちょっと外していこうか。じゃあ大して得しないし、何は的な意味で、ボケツッコミ漫才をする的な意味で1000円って言って、1000円でどうでっか、上がってますやろ、もうええわ、350円にしまひょみたいな、行きましょう。え？ってびっくりさせんといてください。そんだけあったらうちのゲームたくさん買えますね。通常価格より高いお金を、ちょっと3分の2回外してるよ。もう仕方ないなぁ。いける思ったんやけどなぁ。じゃ、これちょっと10円で。まあ、でもゆで卵さえ渡しとけばね、こいつはほいほい、またテンション上がりますから。いくらなんでもそこまでの値引きは無理ですって。なんでそれでテンション上がんねん。おかしいだろ。今回の割って甘くないでっからな。まあ、そうですなぁ。さらに値引きするにしても、せいぜいここから40円引きですわ。おぉ、ちょっと安くなった。はっ！今、割って値引きしてしまいました。おかしいですな。こんなはずではなかったんですけど。音は全然変わってへんのが、はっきりしたな。おかんと話したい。おかんが出てくんの？おかん？生まれ変わったつもりでしたのにな。話しましょう。音も忙しそうやな。全然俺に気づかへんな。お客さんとの値引きの途中ですけど、トイレに行ってきてもええでっか？どうぞ。これでおかんが出てくる。おかんが、あ、いや、同一人物説あるだろ、これ。うちの旦那、ごっつい顔で走っていったけど、お客さんをおたらかして、ほんま仕方ない。もう同じゲーム画面の、この同じ枠に出てくるまで、俺は信じないからな。まだ女装説出てくる。なあなあ、おかん。むっちゃ寂しかったで。みんな会いたかったやぞ。黙って出て行ってごめんなさいね。これさ、子供たちのために、お母さんも必要や、みたいな意味で、なんて言うんだろう、おかん役も演じてるみたいな悲しいお話しちゃうの？理由はみんなわかってるから、気にせんでええで。兄弟たちも腹減ったけど、お、みんなで料理したり、おとんの配達の手伝いをしたり、全部ろくなことやないな。結構楽しくやったんやで。あんたら頑張ってたんやな。お母ちゃん安心したわ。こんなアフレコしてたっけ。どんなアフレコしてたか忘れた俺。せいせい、おかんに聞いたいことがあんねん。おとんが連れて行ってくれへんかったけど、婚活パーティーって、え、今なんて言ったん。婚活、やばい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 、いや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 、あれあれですわ。なんや、一体、でんでか。そのパーティーだよね。バブレた、頑張れた、お客さん助けて。
とんかつパーティーですよ。そう、それです、それです、とんかつパーティーですわ。とんかつパーティーか、俺が聞き間違えてたやな。そしてもうおとんずるいわ、俺ら置いて自分だけとんかつ食べに行ってたんか。めっちゃとんかつ食いたくなるわ。 お母ちゃんとんかつって言ってもな、衣だけは立派なくせに中身はスカスカでしたんや。やっぱりうちのとんかつが一番美味しいですわ。うまい、うまいぞ、とんかつだけにうまいぞ。俺はうまくないぞ。ほんまに大ピンチでしたわ。ありがとうさんです。いやでも同じ画面にまた映らんかったな。もしも婚活パーティーに行ったことがバレたら、嫁がまた出て行ってしまうところでしたわ。お客さん、ファインプレイでしたで、感謝の。お、安くなったね。もう一声いけんな。行きます。さっきは嫌な汗かきましたわ。それにしてもここ最近何かを忘れてる気がしますねんな。はあ、ついに嫁が戻ってきて家族も揃ったことですし、晴れやかに再スタートを切りたいんですけど、何か一つ大事なものが足りない気がしますのよ。大事なもの、あ、こいつのこと、こいつ返そう、そろそろ。あかん、思い出せまいな。子供のこと忘れるな。一体何が足りへんのですよ。確か、お客さんに何かを貸したような。おとん、ええ加減に気づけや。おとんが思い出すまで俺は家に帰らへんで。なんで目に見えないんだよ。話す。あ、なるほど、なるほど、なるほど。アイテム欄にさ、これあるんだよ、ダルメシが。これを最後に使うんだ。はい。おとん、俺のこと忘れとったんか。ああ、ノラさん、わ、忘れてるってあんた。そんなことありますかいな。実の息子を忘れるようなアホな親なんていまへん。お客さん、今までノラさんの面倒見てくれてほんまにありがとうさんです。お、値引き、値引きくんじゃないこれ。お、お別れやな。これでもお前のおもろい顔を見んで済むわ。お前ゲーム下手くそやから、これからも頑張れよ。誰がゲーム下手やねん。うまい方やろ、だいぶうまい方やろ俺は。はい、んっていうコメントが溢れ返っているであろう中、んって犬地さんにも言われた。んって書いてあるんだろうなみたいなさ、えとかさ書いたんだろうなと思ったら、ちょっと待ってくださいな、ノラさんがワテを呼んでますわ。一緒に出てこいよみんな。いやいやいや、お待たせしてすまへん。突然ですけど、この商品思いっきり値引きさせてもらいますよ。ああ、100円までいった、すげえ。ここだけの話ですけど、ノラさんのやつがねんな、お客さんのためにこの商品をドーンと値引きせな、バテをボコボコにしばくと言ってますね。遠慮せんといてください。あ、そやそや、ノラさんから口止めされてますから、バテが言ったこと内緒にしてくださいな。じゃあただにせえや。実はここまで安い値段で売るのは初めてですね。お客さんなら喜んでこの値段にしますね。お客さんにわてら、お客さんはわてらにとって特別ですからな。お客さんすんまへんな。正直わてだいぶ頑張って値引きさせてもらいました。もうこれ以上値段を下げられませんね。まあこれは買うしかないんだな。ふー、最後の値引きでしたね。やっぱ難易度上がってたね。じゃあこれは買いましょう。これはでもまだまだ買うものはあるからね。さて最後の購入ですよ。守る快感2フライトゴロ、どうなんだこれ。あ、営業中。最終話、スナックダルメシアン開店、その後全略お客さん。わあ、めっちゃいる。いろいろありましたけど、晴れて一家全員揃いましたな。一緒や、別人だったんだね。大体同じじゃない、なんかもう違うとこほぼほぼないんだけど。まるで絵に描いたような幸せ家族ですやろ。まさかこんな日が来るとは夢にも思ってまへんでした。まずはスナックの仕事を軌道に乗せて、いつかまたダルメシスポーツの看板を掲げるつもりですぜ。これから家族みんなで力を合わせていけば、どんなことでも乗り越えられると思ってます。あれだね、こっち向いてんのがダルさんだろうな、きっと。お客さん、ほんまにありがとさんです。最後に一つだけ。
あ、ダルさんじゃない、ノラさんだ。か、預けてたのに俺も名前忘れてるね。ノラさんは口さえ開けばお客さん班の話ばっかしてますね。もしよかったらこれからも時々あの子と遊んだってください。ダルメシスポーツ店店長、ダルメシイヌジより。ついに幸せを取り戻したイヌジとその家族。しかし、この後さらなる事件が起ころうとしていることに。え。あーなるほどね。今後まさに俺が言った通り、別のなんかゲーム店とかが発売されることもあるかもしんないよね。こいつがダルメシさんがスマブラに参戦する日は近いで。ちょっと入ってみようか。あ、ちょっと待ちや。うん。あ、で、こいつはちょっとついてきてくれんのかな？ありがとう。ゲーム教えてくれなくてもできるけどな。なるほど。ちょっと入ってみよう。あ、その後、ダルメシ家の事情。また家族が一つになったダルメシ家。お話は終わりましたが、まだクーポン商品は残ってます。そうだね。ここでクーポン券が使えんだな。いらっしゃいませ。なあなあ、おかん、おとんおるか？ノラさんやないの。お客さんに迷惑かけてへん？よう来てくれましたわ。うちの旦那が大変お世話になったと聞いてます。おとん。その後どうなったんだ、一体。お客さんいらっしゃい。うちのゲームたくさん買ってくれてほんまにありがとうさんでした。家族楽しく過ごせてますって。うまくいってんのか、この。一切お客さんがいるとこ見たことないけど、俺以外の。え？なにそれ？俺ってなんやろ？気になる。めっちゃ気になる。買わされるか。いくらまで？半額券があるから、200円で、100円引き換券とかあるから、100円、下手したら100円ぐらいで買えんのかな？全部。でも他のやつもやんなかったらクーポン券足りないから、またこれは今度の話だな。はい、ということで、ダルメシスポーツ店実況プレイは、これぐらいにしておきましょうか。ご視聴ありがとうございました。なんかね、実際値切れるゲームがあるって聞いて、まあ、なんか、昔、ニンテンドーダイレクトとかで若干見たことあったんだけど、まあ、軽くやってみたいなとは思ってたんですけど、まあ、なんか、ストーリーとかもね、なんか心温まるお話で、面白かったですね。はい、ということで、短い実況にはなっちゃいましたが、これぐらいで終わらせておきましょう。ご視聴ありがとうございました。ダルメシスポーツ店。まあ、俺はま、この後、クーポン券もちろん使って、コンプリートはしようとは思ってますが、それはまた別のお話です。ということで、皆さんご視聴ありがとうございました。ダルメシスポーツ店でした。